わかんない。今便意あるから、それを我慢することによって優しくなる。そう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 、耳かゆはい、地下こっちです。こんばんちゃです。大みかんさん、こんばんちゃです。昆虫会社を終えるはずないので、はい、もう大丈夫と思う、うん、工場で学者を追うなんてそれはちょっとありえんから。あれちょっと、あれちょっと不穏な空気が、ちょっとあれちょっと不穏な、あれちょっと不穏な空気が。ちょっと不穏な空気が。エバッチも信じるも何も、まあミスはあるんで、はい、義士はちょっとハンター舐めすぎですね、はい、義士はハンター舐めすぎてちょっとうざいですね。離れないと、だって義士アホみたいにね、何みたいにそこにいた、石みたいにそこにいたかな。これ回復遅っ、崩壊付きですね、崩壊付きでした。義士が、まあ、ちょっとハンターをなめんかったらもっと楽だったんですけどね。義士がちょっとハンター舐めたんで、多分占い師死ぬかな、うん、うん、占い師投げないように、はい、占い師投げないように俺は今やってるんで、はい、オッケー。お、寸止めいけそうっすね。あ、いける？寸止め。お、オッケー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 、いいでしょう。いいよ、いいよ。全然いい、全然いい。全然いい、全然いい。このバカ、まあ、こいつらとやるにはまあこれが十分でしょう。うん。いいよ、いいよ。引き止めるねえよ。もうめんどくせえなこいつ、引き止めるねえよ。俺ちょっと入れようか、引き止めるないって、引き止めるないって入れようか。あ、あいつ石像なくなってるかもしれん。
よっしゃ勝った勝った。まあやるのはわかるんだね。あれ超高かやもんね。そうでしょ。今回は遠いから俺がうめえからかもしれん。いや旦那様だから、旦那様なら大丈夫だ。でもね、救助したの俺じゃないんすよ、傭兵なんすよ。俺のうまさとは関係ないの。手を貸して。ん？なんで？あ、送電ってことか。多分そうだよね。すごいね。どれ送電しても大丈夫と思うけど、傭兵の2したいっていうのが、まあ、うん、これ賢いね。囚人って自分の、賢くなかったわ。囚人ってさ、自分のいない暗号機に送電したんかなと思ったら全然そうじゃなかった。普通に食らっちゃった。こっちかやからな、あんまり来てほしくないな。彫刻家ですね。はい、さあこれみんなが解読してたらめちゃくちゃいいんやけど、そうね、はい、チェイスはもう十分なんですけど、これ昆虫学者はもう散歩やからね、ゼロパーから始まります。遺産号機あるか知らんけど。ということでこの試合はもう引き分け以下ですね。引き分け以下でございます。今の石像って間違えて投げたんかな。ね、超間違えてたよね。あ、次俺救助と行くとき金魚の糞を漏れ出してほしいな。え、放送戻ってますよね。みんなチャット壊れてないよね。ただみんな書くことないだけですよね。ですよね。うん、 OK ならいいや。ならいいです。はい、はい、ね、グルチェしようとするとフォローしづらいんですよ。やっぱいいな入ってくれんとね、そうすると俺もやりやすいよ。俺もこの方向に行くだけでいいよ。そうで、彼グリチェするからハンターも遠く行かないから、で俺に当たっちゃうんだよね。わかる、みんなこの仕草、この難しさわかる、みんな。やっぱさ、中に入ってくれないときついんですよ。もう虫いらないですよ。もう大丈夫ですよ。あ、虫来た虫来た虫来た虫いる虫いる虫いる NO! よっしゃー、はい、ナイス。
ああブルっちゃった。ああうますぎてブルっちゃった。タッタラタッタッタラタプラプラ。タッタラタッタッタラタプラプラっていう曲あるよみんな。助けて。おい手を貸して。手を貸してくれ。囚人早えよ、何もしてねえよこいつ。めっちゃうぜえんだけど。どっちかが救助してないから、そのまま俺を救助して引っ張ってそうだよ。傭兵救助してないから誰か詰めてくれよ。囚人とか何でもできねえやん。え、根性がしたら怖えよ。なんなんこいつ。怖い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 。よっしゃナイス。おいナイス。昆虫学者怖ー、こいつ怖ー。